のコーナーにやってきました。たくさんの種類がありますね。皆さんこんにちは。デパ地下グルメうまいもの調査隊のなおです。こんにちは。いらっしゃいませ。私お酒に全然詳しくないんですけれども、はい、おすすめのものを教えていただけますか。はい、では早速、はいはい、では本日ご紹介しますのがこちら福井県のですね、立本木久保本店という蔵元が作っております伝心という純米酒でございます。へー、日本酒ですね。はい、早速調査したいと思います。それでは伝心の稲でございます。はい、いただきます。とっても滑らかでお米の甘みがふわっと広がります。じんわり染み渡ります。こちらの伝心稲はですね、純米酒という部類のお酒でございまして、あの米だけでアルコール発酵させているというお酒になりますので、米の旨み、米の甘みがしっかりとしておりまして、日本酒度というものが 1.5 度、辛すぎず甘すぎず、あのすっきりとして大変飲みやすいお酒でございます。伝心稲を作っております一本木久保本店、福井県の蔵元でございますが、30、31日阪急蔵元祭りにも出店いたしますので、まあ、お越しくださいませ。阪急蔵元祭り要チェックですよ。福井伝心純米酒稲、ぜひ阪急オンラインショッピングでお取り寄せしてみてくださいね。以上、デパ地下グルメうまいもの調査隊でした。また来週。